退屈だな。毎日毎日恵方の味、日常だもんね。この退屈な日常に刺激が欲しいよね。もうこんな平和な日常は飽きたのだ。そんなお二人さんにグッドニュースがあります。どんなニュースなの。もったいぶらないで早く教えてほしいのだ。異世界に行く方法、飽きたっていう都市伝説なんだけど、どうやらそれを試すと本当に異世界に行けるらしいんだよ。異世界？なんだかとっても楽しそうじゃん。確かに気になるのだ。それで一体どうやって異世界に行くのだ。やり方はとっても簡単です。まずは正方形の紙を用意して、そこにこんな感じで六芒星を書いていきます。それから六芒星の中央にこんな感じで赤い文字で飽きたって書くんだよ。うんうん、たくさん書けたぞ。あとはこの紙を握りしめるか枕元に置いておいて、一晩寝ると異世界に行っているらしい。成功したかどうかは起きた時にこの紙があるかないかで判断することができるんだって。これだけで異世界に行けちゃうの？にわかにも信じがたいな。まあまあ、物は試しだよ。まあ退屈だったし、ちょっとやってみるとしますか。それじゃあとりあえずおやすみ。異世界ってどんなところだろうな。おやすみ。きっと刺激的な毎日が待ってるぞ。おやすみ。軽く昼寝をするだけのつもりが少し寝すぎちゃったみたいだな。バラオ君、ばあちゃん、おはよう。おはぬー。おはめー。わあ、髪がなくなってるね。ということは私たち異世界に来ることが成功したってこと？にしては何も変わってないような。いつもの家なのだ。いや、だけど外をよく見て、少し霧が濃いような気がするぞ。確かに、それになんだかいつもより暗いような。どうやら異世界は異世界でもダークファンタジーみたいな世界に来ちゃったみたいだな。今この瞬間から僕たちの新しい冒険が始まるんだ。よし、それじゃあちょっと外の様子を見てみようよ。一体外はどんな風になってるのかな。うわぁ、なんとも言えない不気味な雰囲気になってるね。時刻は夜なのかな。空は真っ暗なのだ。星や月もないみたいだな。なんとも禍々しい村に来ちゃったもんだ。なんだか雨が降ってきたね。すごくめまいはしてるんだけど。機械がグワグワして気持ち悪いのだ。目が回る。うわぁ、二人してそんな暗くなっちゃってどうしたの。きっとだらしい。すっかり汚れちゃってるよ。いや、バナオくんに言われたくないのだ。おいらもちょっと黒ずんじゃってるね。もしかしてこの黒い雨のせいなのかな。このまま黒い雨を浴び続けていたらもっと黒くなっちゃうかもしれないな。あれは一体何だろう。何か黒い四足歩行のものが近づいてきてるのだ。フォルム的には牛なのかな。全身が黒いからよくわからないな。オイラたちもそのうちこの雨を浴び続けたらこんぐらい黒くなっちゃうかもしれないね。いた、牛もどきが攻撃してきたよ。それになんだかちょっと黒ずみが強くなったような。とにかく家の中に退避するんだ。あれは牛みたいなもので牛ではないんだよ。そしておそらくここはダメージを食らうと黒くなっていく暗黒の世界になってるんだ。そんな、なんて世界に転生してきちゃったのだ。危うくバナオくんがチョコバナナにされるところだったぞ。チョコバナナだったらいいけど、カリントはちょっとやだな。そんなことより、あの牛はどっか遠くに行ったのかな。姿は見えないけどってあれ、なんか黒い三人組がいるね。それにどうやら家の方に向かってきてるみたいだぞ。あれは一体誰なんだって。なんだか家のドアをガチャガチャやってるのだ。もしかして家の中に入ってこようとしてるのかな。それはちょっとまずそうだね。とにかく一度隠れた方がいいかもしれないな。それならクローゼットの中に入るのだ。ちょっとバラク、押さないでくださいよ。ごめん、カリントーになりたくなくてちょっと焦っちゃったよ。まあうまいんだけどね。わあ、誰か入ってきたね。あれは一体誰なのだ。黒すぎてわからないけど、あのフォルムってなんだかオイラたちに見えるような。もしかしたらここは元いた世界の平行世界で、あの三人組はこっちの世界のポッピンズなのかもしれないぞ。いや、それにしても黒いな。サイズ的にバナーくんしかわからないのだ。いや、まーちゃんも少し細いぞ。あの太っちょが僕だ。あれだけ真っ黒ってことは
こっちのポッピンズはすっごく最弱で、いろんな牛たちに攻撃されまくってあんなことになったんだろうね。オイラたちがああなるのも時間の問題だよ。もしかしたらあの私たちも攻撃してくるかもしれないし、とにかく見つからないようにしないとだね。だね、驚かせちゃってもいけないし、今はここでとにかく静かにしてやり過ごそう。黒い異世界怖いって思った君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。どうやら眠りについたみたいだね。よし、出るなら今がチャンスだな。って言ってもここから出てどうするのだ。ここは僕たちの家ではないから、外に出て自分たちの新しい拠点を作らないと。それもそうだよね、ずっとここで隠れてるわけにもいかないのだ。それにしてもこっちの世界ではバナオ君の寝相がいいみたいだな。いや、オイラもいつもいいと思うけど。いつも反対とか向いちゃってるじゃないの。それにいびきもかかないみたいだね。平行世界の人間って言っても中身までは一緒じゃないのかもしれないな。この世界でのバナオ君は天才5歳児かもしれないぞ。それはないか。いやいや、それはないよ。だってオイラが天才だもの。にしてもどこに向かおうかな。ってあれ、なんかおかしな人がいるね。暗くてよく見えないけど、あれは本当に人なのか。なんだか人みたいな形だけど、人ではない何かな気がするのだ。え、こっちに来てるよ。なんだか不気味だね。そういえば聞いたことがあるな。秋田を試した人が言うには、黒い姿をした化け物が出てくるらしいぞ。え、それってもしかして。間違いないよ、絶対この人じゃん。まずいぞ、僕たちを襲うつもりなんだ。逃げるぞ。まる、でもどこに逃げたらいいのだ。とりあえず魔法炉に逃げ込むよ。いいところにあったのだ。この世界に未知の生き物がたくさんいるみたいだから、気をつけて奥に進めんだ。にしてもあれは本当一体何だったんだろうね。わからないけど、なんだか邪悪な感じがしたな。それに雨が止んでいてよかったよ。またクラクラしていたら捕まっていたかもしれない。確かにね、もし捕まってたら私たちもう真っ黒黒透けになってたのだ。で、よく見てよ、ここ。この世界では水の色まで黒くなってるんだ。ここに落ちたらスーパーブラックになっちゃうぞ。いや、スーパーブラックってなんやねん。にしても結構エキサイティングな異世界だったね。おいらそろそろ飽きてきたんだけど。私も飽きたというか、なんだかちょっと嫌な世界だから、元の世界に戻りたいのだ。そんな二人にバッドニュースがあります。バッドニュースって聞きたくないけど、一体何なのだ。秋田で異世界に来たのはいいんだけども、戻り方がわからないんだ。ごめんな。それは許すけど、なんてこったいっていうことを声を大にして言いたいよね。昼寝のついでのつもりだったし、まさか本当に異世界に来るとは思ってなかったからな。それもこんな恐ろしい世界に来ちゃうなんてね。で、なんか変な音が聞こえない。足音というか、誰かがはしごを降りてきてる気がするのだ。わーお、スーパーブラックマンがお出ましみたいだね。ぬるっとした動きでこっちに来てるぞ。なんなの、あの腰スイングしてるよ。とにかく急いで逃げるんだ。って言っても、この先どこに繋がってるのかな。全くわからないな。この世界に来たばかりだし、全くわからないし、想像もつかないのだ。確かに、とにかく逃げるために上がってみるよ。外の様子は一体どうなってる。また雨が降ってきちゃったよ。ということは、やっぱりまた目が回ってきたのだ。わー、世界がぐにゃぐにゃだ。気持ち悪い。黒くなる前にどこかに逃げないと。わー、二人とも汚いね。すっごく真っ黒じゃん。バナオ君に言われたくないよ。カリントみたいになっちゃってるじゃないの。なんだかカビが生えたみたいな感じになっちゃったよ。で、そんなのんきな状況じゃないぞ。急いでどこかで雨宿りしないと。確かにね、ちょうどここに屋根があるみたいだし、ここで雨宿りしようよ。ちょうどいいところにスーパーがあってよかったのだって。お店の中の村人さんも真っ黒になってるね。もう誰が誰だか分かんないじゃないの。確かに、この世界の人たちは誰が誰だか分かってるのかな。きっとオイラたちじゃ認識できない300種類の黒を見分けてるんじゃない。分からないけど、僕たちもああなってしまう前に元の世界に戻る方法を探さないと。って言っても、私スマホも持ってきてないし、どうやって探し出せばいいのだ。ここは元いた世界とは違うけど、村の作り自体は同じみたいだから、きっと図書館があるんじゃないのかな。確かに、図書館に行けば元に戻る方法がわかるかもしれないね。そういうことです。それじゃあ少し雨宿りして、図
図書館に行ってみるのだ。雨が止んでよかったね。これで無事図書館にたどり着けたのだ。図書館で何か分かるといいんだけど。よし、入ってみるよ。異世界に戻る方法っていうと、何かの儀式系の本コーナーにあるのかな。それとも都市伝説の本のコーナーかな。うわー、異世界だからか、書いてある文字が全く読めないよ。これじゃ本が探せないのだ。まずいな、これじゃ帰り方がわからないぞ。2階に行けば誰かいるかもしれないし、ちょっと話を聞きに行ってみる。スーパーにいた人たちも襲ってくる様子はなかったしね。それにここは図書館だから必ず司書さんがいるはずなのだ。うわー、誰もいないみたいだね。ってなんだかすごく変わった置物が置いてあるよ。ほんとだ、一体何のオブジェだろう。って人が倒れてる。それにやけにカラフルだな、この人。もしかしてオイラたちと同じ世界から来た人。もしかしたらオイラたちと同じで元に戻る方法を調べに来たのかもしれないね。だけどこの世界の何者かにやられちゃったのかな。うん、何か日記みたいなものが落ちてるよ。もしかしたらこの人が調べたこの世界についてのことが書いてあるかもしれないし、ちょっと読んでみようよ。これで元の世界に戻れるといいんだけども。そしてオイラたちと同じ文字を使ってたらいいんだけど。確かに読めなかったら全く意味がないのだ。中身は一体どうなってる。やった、異世界に行く方法が書いてあるぞ。六芒星の中に赤文字で暇と書いて寝るって書いてある。それだけ？っていうか、オイラたちがここに来た方法とめちゃくちゃ似てるね。確かに言われてみればそうだな。もしかしたらとんでもないところに行っちゃうかもしれないな。試すのはちょっと怖いけど、これ以外にここから逃げられる方法はなさそうだよね。それもそうだな。よし、とにかくやってみよう。で、ペンがないやないかい。紙もないやないかい。いやー、ほんとオイラたち、ポンコツだね。どうにかして紙とペンを探さないと、元の世界には戻れないよ。こうなったら図書館で探すか、家に一度戻って探すしかないな。でも、もしかしてこれ、さっきの化け物が上がってきてるんじゃない？となると家に帰る時間はなさそうなのだ。とにかく一度隠れよう。まあ、クローゼットの中に入り込めよう。きっとあの人も、あの黒い謎の人物にやられたんじゃないのかな。いやー、恐ろしいねー。って、まずい、上がってきてるぞ。何度見ても不気味な動きなのだ。それに、こっちにぐいぐい近づいてきてるよ。多分キョロキョロしてるし、私たちを探してるのだ。うわー、まずいよ、どうしよう、これ見つかっちゃったりしないかな。どんどん近づいてきてるじゃないの。だけど、こっちに気づく気配はないみたいだな。どうかそのまま遠くに行ってほしいのだ。なんだか全く黒くない人が入ってきたね。なんだあの生き物は、本当に人間なのか。大切がこの世界に染まったではないかい。あの人はきっと私たちと同じ世界から来た人なのだ。そして私たちと同じようにこの図書館に戻る方法を探しに来たんだよ。すごく人に驚いてるみたいだけど、あの人大丈夫かな。黒い影に気づいてないぞ。どんどん近づいてるのだ。さっきの人がやられちゃったね。それもたったの一撃で。なんて強さなの。見かけによらなすぎじゃない。だって見てよ、あの人の姿、ただのひじきみたいなのに、そんなにパワーがあるなんて考えられないでしょ。人は見かけによらないのだ。だけどふざけてる場合じゃないぞ。捕まったら絶対に死んじゃうっていうことだよ。確かにそれだけは間違いなく分かったね。なんて危険な世界なんだ。だけどさっきの人をやっつけて満足したのか、どこかへ去っていったみたいなのだ。この世界ちょっと怖すぎない？刺激は欲しいとは言ったけど、刺激強すぎなんですけど。ちょっと異世界に遊びに来ただけのつもりがあの雪になっちゃいそうだな。コーラぐらいの刺激を求めてたのに、ハバネロを口に頬張ったぐらいエキサイティングだよ。こんな刺激がずっと続くなんてもう嫌なのだ。とにかく元の世界に戻るためにも紙とペンを探さないと。って言っても下は怖くて降りられないしね。って、ここにどうやら部屋みたいなものがあるぞ。わあ、本当だ。司書室って書いてあるみたいだな。ここの文字は読めるんかい。確かに。もしかしたらこの司書室っていう字はどの世界も共通なのかもしれないね。それはあるかもしれないな、パノケ。
天才だよ。めちゃくちゃピンポイントやないかい。よし、探索するよ。てわー、化け物がまた戻ってきたよ。今の騒ぎを駆けつけてきたんだ。早く紙を探さないと。ていうかここ何の部屋なのよ。図書館の本を管理する司書さんが仕事をする部屋だよ。なるほど、図書館の管理ってことはどこかに紙とか入ってるかもしれないね。だけどパソコンばかりでちょっとハイテク化が進んじゃってるみたいだな。わー、ここ見て、紙があったみたいだよ。おー、紙よ。やったぞ。あとはこれで残るペンを探すだけだ。この調子でどこかに書くものがないか探してみよう。まるって言ってもどこにもペンなんて見当たらないのだ。もしかしたらこの図書館ペンは一切使わないキャンペーンでもしてるんじゃない。何のために紙があるんだよ。確かに折り紙でもするのかよ。言っても見当たらないし、どうする。もしかしたらここの人たちは黒い雨で体が黒くなっちゃってるから自分の体で書くのかもしれないな。確かに水も真っ黒だしペンは必要ないのかもしれない。絶対違うだろ。きっとここはハイテク化でパソコンで作業してるんだよ。だからペンを使ってないってことなんじゃないのかな。で、待てよ、書くものだったら心当たりがあるぞ。一体どうするの。もしもこの世界が元いた世界の平行世界なら家の近くに看板屋さんがあるはずなんだよ。なんで看板屋さんに行ったら書くものがあるのだ。あそこの看板屋さんはいつもあんまり売れてないからさ、ペンキが余ってるはずだ。確かに。それじゃあ看板屋さんを目指そうよ。あの黒い人は一体どうなってるかな。きっとまだ私たちを探してるんじゃないのかな。うわー、どうやらバレちゃったみたいだね。まずい、急いで逃げるんだ。って言ってもどこに逃げるのよ。もう追い詰められちゃってるのだ。窓の向こうに。その手があったか。よし、でも下見てよ。うわー、とんでもないことになってるのだ。黒い人が這いずり回ってるよ。それもめちゃくちゃたくさんいるのだ。一体だけじゃなかったんだ。どこに逃げたらいいのかな。これじゃ降りることができないのだ。で、パノク、その先にあるのってもしかして。わあ、電柱みたいだね。それを足場にしてあっち側の建物まで逃げるんだ。マル、よーし、渡っていくよ。めちゃくちゃ危険だねってば。なんだっけ、痛い。わあ、なんとか痛い痛いかかったから助かったよ。ってマーちゃんも落ちたんかい。足場が小さいから難しかったのだ。まさかあの二人が落ちるなんてとんでもないアスレチックになってるみたいだな。とにかく落ちないように慎重に行かないと。高さも違うから気をつけてね。それに細いんだよね。確かにこれは細すぎるな。とにかく急いで二人のところまで行かないと。危ないところだった。ナイス。なんとか無事にこっちまで渡れたのはいいんだけど、これからどうしよう。下がとんでもないことになってるもんね。おー、上がってこようとしたのよ。こっちの方から行きそうだよ。こっからサクサク行けそうだ。すごいって。バナク落ちたんかい。マーちゃんも落ちたんかい。で、僕も落ちちゃったじゃないの。どうするのこれ。こっちか、上に上がれそうだよ。お邪魔します。さすがにこの足場は登ってこれないでしょう。なにこれ、勝手に体が動くんですけど。だって何遊んでるの。にしてもこれからどうする。看板屋さんはまだまだ遠くない。痛いよ。何これ。どうやら電気柵になってるみたいだね。なんてこったい、室外機のファンに電気柵まで。恐ろしいのは電柱だけではなさそうなのだ。とにかくあの先に見える看板屋さんに向かわないとな。って言っても行けそうって言ったらこの隣の家ぐらいかな。ここにもファンがあるじゃないの。とにかく気をつけて渡っていくしか、おいらたちが助かる方法はなさそうだよ。これは長い旅になりそうですね。真剣に集中してジャンプするのだ。よし、そしたら気をつけて行ってみるよ。ふー、ナイスだよバロケ、うまくファンを回避してる。私も上を狙ってね。上になれば風も来ないから怖くないね。カシ君も気をつけてね。マレ、とにかく落ちないように気をつけないと。あー怖い、あー落ちた。わー気をつけて、足が、あ、ナイス、危なかったね。死ぬかと思ったな今のは。冗談抜きで、これはなかなか怖いね。落ちたら大量のあの化け物に襲われちゃうからね。しかも次は電気柵がついてるみたいだよ。あれうまく通り抜けることできるかな。これは気をつけて一気に行った方が良さそうだね。ナイスだよ。よし、私もいけるのだ。
まずいな、二人ともめちゃくちゃうまく感じるんだけども、いけるか、よしとかいけたぞー、ナイスー、よし、次は簡単そうだね。ふーん、バナオくんのところなんかトゲあるんですけど。それ上がってきてるぞ、バナオくん、戦いますね。やられていったね、助かったー、また来たよ。大丈夫大丈夫、またトゲにやられるんだな。どんなトゲにやられちゃってるよ、ローリングひじきさんになってるじゃん。いやー、この針オイラの家にも欲しいな。っていうか、その針何のための針なのかな、痛くて痛い。危険すぎるから気をつけてね。だけどこの距離だったら一回でいけそうだな。うんうん、ここは超イージーだったね。出た、黒い人が襲ってこようとしてるよ。ここは危険だ、急いで逃げないと。あれ、冷静を伝って一気に行くよ。冷静になるから安心なのかって。ばあちゃん、あ、やばい、ファンがパンパンだよ。隣の家に飛び移るんだって、僕だけしかいないけども、ほんとデンジャラスな世界だね。ふぅ、危なかった。いや、バナオくん上がってこれてないんだよ。動揺してるのだ。バナオくん、それはまずいんじゃないか。大丈夫、ナイスだよバナオくん。家に引きこもっちゃったけど、そっからどうするの。どうにかしてどっかから上がってくよ。今私たちのところに大量にいるから、どこかから上がってくるのだ。よし、心がけはこうやってこうやって。ふぅ、なかなかエキサイティングだね。黒い人たちは僕たちが引きつけてるから、慎重に、冷静と情熱の間で。まるくん、こっからこうやって上がってからの電線ジャンプ。あ、失敗した。よし、このまま勢いで一気に行くぞ。ジャンプ、ファンに気をつけて。ファンをもう凌駕するランで走り抜けていくよ。あー、いろいろあったけど危なかったね。ここからはどう進んでいったらいいのかな。こっちの電線はどうやら看板屋さんまでは続いてないみたいだな。となると、私たちの家の屋根を伝っていけばいいのかな。何あのでかい人、今まで見た中で一番最大級のサイズがいるんだけど。どうやらあそこを通らないといけないみたいだな。しかも誰だよ、あんなに無駄に室外機買っちゃったやつ。一番危険になってるじゃないの。本当に世界でポッピンズは無駄に室外機つけ下がるな。よし、勢い任せ、一気にいっちゃうよ。せーの、どれが一気やね。あ、うわー、風が、わー、うわー、スキュースタートも気をつけて。カナー君もそこにいるの気をつけてね。本当にすごい風なのだ。なるほど、走り抜けないと落っこちちゃって、黒い奴らの餌食になっちゃいそうだね。恐ろしい。よし、それじゃあ僕も二人みたいに一気に行くぞ。せーの、よし、行けた。よし、やった。頑張って、行ける。なんだこれ、なんて迷惑なことしてくれてるのだ、この世界のポッピンズは。いやでもなかなかハードだったけど、ちょっと盛り上がっちゃったね。熱くなっちゃったよね。退屈な毎日にいい刺激をもらえたな。とにかく看板屋さんはすぐ隣みたいだし、上がっていこうよ。なれ、看板屋さんに来たのはいいけど、下はあの黒い化け物が大量にいるし、どうやって中に入る。ここから下に降りたら格好の餌食になりそうだな。後ろには大きなやつがいるしね。あ、なんかちょっと近寄ってきてるぞあいつ。もしかして私たち見つかっちゃったんじゃないの。早くどこかに逃げないと。ってあれ、こんなところに中に入れそうなところがあるよ。もしかしたら屋上への出入り口なのかな。ちょっと悪いけど中に失礼します。お邪魔します。下の様子は一体どうなってるんだろう。もや、普通に看板屋さんの店になってるみたいだね。相変わらずお客さんが一人もいないのだ。っていうか店員さんもどっか行っちゃってるじゃないの。ここには何しに来たっけ。そうだ、新しい表札を作りに来た。元気だよ。あ、そうだったね。さっきの黒い化け物の恐怖で忘れちゃってるじゃないの。いや、パニックになっちゃったよ。で、ペンキって言ったら何色のペンキがいるんだったかな。確かこの日記によると赤色の文字で書かないといけないって書いてあったな。それじゃあ早速赤色を取るのだって。あれ、赤色のペンキがない。そんな、それじゃあ元の世界に戻ることができないぞ。せっかくここまで来たのに。って言っても、外に出て家に帰ることもできないし。一体どうしたらいいんだろうね。赤い文字か。
こうなったら、かくなる上は仕方がない。バラ君、僕を殴るんだ。殴ってどうするの。いいからとにかく、タコ殴りにしてくれ。よくわからないけど、歯食いしばりな。本気だ。行くぞー。鼻は、これでまた。バラ君、もっと大変それにして。十分十分。十分だよ、バラ君。ああ、それならよかったよ。おいらも心が痛んじゃうからさ。めちゃくちゃ乗り気だったじゃないの。それで一体どうするの。それはね、バナオ君にぶん殴られて口の中がちょっと切れちゃったから、この血で描くんだよ。なるほど、血で描いたら赤色になるもんね。そういうことです。ナイスアイディアじゃん。よし、それじゃあ早速準備をしよう。ブラシと紙を用意して、まずは黒いペンキを使って六芒星を描いていきます。うんうん、いい感じに描けたぞ。続けて六芒星の中央に赤色で決まって描くんだったよな。こうやってこうやって、こんな感じでいいのかな。よし、できたぞ。異世界から戻る方法、暇の完成だ。あとはベッドで寝るだけだね。よし、それじゃあ早速寝るぞ。でもどこで寝るの。お店にベッドはないけど。それにすごく待ち構えられてるね。これはもう強行突破するしかなさそうですな。目指すは僕たちポッピンズの平行世界の家だ。よし、それじゃあ二人とも気合い入れて、せーのでいくよ。せーの。よし、行け。うわー、走って。やった、なんとか着いたぞ。どう締め出さいよ。僕のバカ野郎、危なかったね。だけどなんとか無事家の中に入ることができたのだ。でもこの人たちどうする。まだすやすや寝てるけど。もうこうなったら強行突破するしかなさそうだね。強行突破って一体何をするつもりなんだ。異世界の人って言ってもオイラたちには変わりないし、困った時はお互い様だからね。どうするつもりなんだろう。叩き起こしちゃうよ。起きて。オイラたちの世界に来た時は助けてあげるから、ベッド貸してもらうね。おやすみ。めちゃくちゃ動揺してるのだ。おやすみ。そういうことだからごめんねって言ってもわからないか。それじゃまたいつか会いましょう。おやすみ。よく寝たな。すごく眩しいぞ。バナオ君、マーちゃん起きて。おはぬー。おはめー。ちぇ、何この世界。すごく明るいし、元の世界に戻れたんじゃないのかな。おー、戻れたのかな。なんだか元いた世界より赤い気がするんだけど。っていうかめちゃくちゃ不気味じゃない。言われてみれば元の世界とは少し違うような気がするな。だいぶ違うけどね。もしかして血で描いちゃったから血みたいな感じになっちゃってるのかな。それとも秋田って書いたぐらいであんだけエキサイティングだったから、暇って書いたことでもっとエキサイティングなところに来ちゃったのかもしれないね。外がどうなってるのか気になるし、ちょっと見てみようよ。気をつけながらそーっと見てみようね。わー、地獄みたいになってるじゃん。いやいや、だけどまだ暮らしてみないとわからないぞ。それにあの黒い化け物もいなくなったみたいだしね。って、黒くはないけど赤い化け物がいるね。黒じゃないだけで友好的に見えるな。てっ、這いずりパターンも来たよ。わぁ、早く逃げないと。痛い。タンクスとか言ったけど、平凡な日常が一番幸せだね。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。秘密基地にも遊びに来てくれよな。 Twitter と Instagram も